てる来てる来てる来てる。お、来てる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 走ってるぞ走ってるぞ。あ、合わせるで合わせるで。めっちゃ走ってる。おっしゃ、来た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 。めっちゃでかい。はい、久しぶりの登場。あのね、別ロケで、来てたんやけども、ちょっと地元の方にとんでもないところを教えてもらった。なんだかどでかい生物がいるという、そういう川、これですよ。で、ここはその地元の人曰く釣りはしちゃいかんけどおるのは見えるという感じで、川をこうさっき覗いてみたところ、なんだかとんでもないのがいる感じなんですよ。ここにちょっとこう水たまりがあって、呼んでみる？餌をいろいろ、あの近所のスーパーで買いましたんで。イカ、これはだって全魚たちが大好きな餌、イカ。結構ね、地元の人はこういろんな餌で餌付けしてるみたいなんやけど、あれ鼻詰まってんのかな、ほんのり。これちょっと、まあ、色が白いからこれこの辺に。さあどうですか、見えてますね。あいつら鼻が効くから、こんな美味しい匂いのするものがいればすぐ飛んでくるんじゃないの。せっかくだからもう一個ぐらいこの辺に。うわ、手がいきなり来ると思うよ。どっからともなく。それともイカがお気に召さない。ここにはアジもある。 30% 引きですよ、こんな素敵なアジが。これ釣ろうと思ったら大変よ。これほらこれ、あれ鼻詰まってる。あれ、ほ、あーちょっと遠いな遠いな。あーなんかブレードみたい。でも地元の人が餌付けしてるっていうぐらいだからさ、餌をまけば出てくるんじゃないの。これ魚が好物だって言ってたから。お、来た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 、あそこにおる、あそこにおる。あのアジ見える？一番最初に湧いたアジの右におる、右におる。あ、来た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 、そこにおる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 。来た、イカイカイカ、どこ来た。あ、イカ食われる、イカ食われる。あー食べた、イカ食べた、イカ食べた。映ってる、これおるよね、そこに。今、アジが3のイカが3。アジとイカだったらイカ、あーすごい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 。アジ持ってった持ってった、アジ持ってった、あ、アジ持ってった、アジ持ってった、アジ持ってった。はあ、おるね。だから匂いがもう分かってんだわ。あ、今の1匹目のやつよね。多分一緒です。一緒よね。食いしん坊だな。おるね。で、一応釣りしていいところも聞いてるんで、寒いけども動いてるやつら、それが確認できただけでも可能性はめちゃめちゃある。よし、移動しよう。やってきました、ここは釣りができるスポットということで、リグっていきましょうか。あ、ちなみに今回のロッドもじゃじゃん、ボーダーレス。はい、こちらでございます。いきましょう。鯉がいますね。鯉が
まあ、これはちょっと今回の僕のターゲットではないので、一旦無視しますが、おそらくこの岩の影が熱いんじゃないかと。でこの辺にもなんかね潜む場所がいくつかある。行きます。ほっ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 。いいね今回も。よっしゃよっしゃ、戦えそうな気がしてきたぞ。おそらくこれは水深もそんなに深くないからそんなにあれやね、糸を伸ばさなくてもいいよね。まあ、道糸はですね、今回8号でいきますよ。8号の太さがあればまあ大体どんな大物でも上がってくる。針が10号、さらに太くなりましたね。まあ、ちょっと短めの仕掛け5メーター分ぐらいかな。さあ今回の餌、じゃじゃん、トリレバーということでうわ、いやいや、それは食べ物やからさ、そのそらそうよね、食べ物ですよ。キャー、うわー、キャー、キャー、いやほっ。まあそら、お腹の空いてるやつがいたら食べに行くやろうね。あ、そうか、あれの周りにレバーを巻いときゃいいんだ。それとイカ、まああとは待ちですよ。やつは来るのか。すごい水が急に。でも基本釣れるぐらいのテンションの高いやつらがいるんだったらこの匂いでもう来ると思うけどね。お、お、え、動いたね今。なんか魚かもしれないし流されてきたなんかに餌が当たったのかもしれないし、いや、あいつらがもし来たんやったらこう何回か触りながら思いっきり食べると思う。食欲旺盛だから。おお、来てる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 。お、来てる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 。走ってる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 。走ってるぞ走ってるぞ。合わせるで。めっちゃ走ってる。おっしゃ、来た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 。めっちゃでかい。でかい。うわマジ引くこれ。うわ来た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 。うわうわ、すげえ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 。上がってこい。よっしゃ、上がってこい。でかいでかいでかい。うわうわ、バレでかいやん、これバレでかいやん。うわうわ、いかつ。これめっちゃでかいぞ。そのまま上がってこい。うわこれあれやな、
やばい、穴に潜られたら終わるからな。よっしゃ、めっちゃええとこフッキングしてる。だいぶおとなしくなった。よっしゃ、いいぞ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 。顔がでけえ、バカでけえ。おっしゃー、おー、すげーすげーすげー、めっちゃでけー。おっしゃー、めちゃでかい。うわ、持てない持てない。これどうやって持てばいいの、これ。うわ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 、腕締めてる腕締めてる腕を締めてる腕締めてる。うーわ、これよ、すごいよこれ、かわいい。これどんぐらいかな、これ。3、4、1メーターちょいあるよね。1メーター10ぐらいあるかな。頭がすげえなこれ。顔向かいやばいですね。これ。これうなぎなんですよねこれ。大うなぎってやつですねこれ。これが沖縄とかにおるやつよ。このお腹の触り心地。めっちゃ気持ちいい。こんにちは。なんか釣れるんですか。釣れませんね。釣れません。うん、はー、遊びですよ。何を狙ってあるんですか。なんていうんだ、海遊魚。海遊魚。はー、あ、すごいよ、めちゃめちゃでかい海遊魚が回ってきちゃってるわ。こんなん釣れるんですか。わわわわわわわ、いや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 、すごっ、すごいドリーム。これは最近のイカの跡じゃないのか。でかい魚どこ行ったんだろうな。とりあえずこういうことですよね。どうせこれ街なんで、ちょっとこの2024年の延沢侍的なこの目標、過去まあ延沢で戦ってきたどんな魚よりもでかい、だから延沢レコードというものを今年はもう確実に作っていこうかなと。いつでも延沢侍が降臨してもいいように、まあ、全海外ロケにボーダーレスを持っていくと、これをここに誓いましょう。竿だけですか。これ結構持ってくん大変やねんなこれ。かさばるんよな。